Here we go! Go! レベリングは大事、バンドはエイジあなな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 なぎなかということでですね、レベリングです。今回はレベリングでいこうと思います。それでは本編どうぞ。はい、レベリングですね。で結構ね、そのレベリングを軽視している方は多いんじゃないかなと思いまして、今回はレベリングの話をさせていただきます。はい、でそのディストリビューターをすればレベリングいらないんじゃないかと思ってませんか？それは間違いなんですよ。あのレベリングをして、レベリングが綺麗な状態でディストリビューターしないと結局中でぐちゃぐちゃになります。これもそうなんですけど、中央がレベリングできないでしょ。で全部基本的にディストリビューターかけると外側に粉が寄るんですよ、どのディストリビューターを使っても。ですね、中がぐちゃぐちゃですとさらにぐちゃぐちゃになりますんで、あのせめてその整えていくっていうのは大事でございます。で今回第1回目ということで、ナイフを使ってレベリングしていきます。はい、ナイフレベリングでございますね。まあ、それについてまあ簡単にねやっていこうと思います。でナイフのポイントとしては、こっちのまあナイフじゃなくてもいいですけど、ここはまっすぐなやつがいいですね。そう、まっすぐなやつ、これちゃんとまっすぐなやつがいいですね、を使っていきます。はい、まあコロナっていうのもあるんでね、まあ誰かに提供するときとかナイフでもいいんじゃないかなと思います。まあじゃなくてもいいんですけどね、まあナイフいいんじゃないかな。はい、それではいきましょう。どうぞ。はい、それでは行こうと思います。まあ 16g の豆をここにジャラララと入れまして、でグラインド敷きます。まあレベリングやる人とかまあ何でもいいんですけど、まあこれドーシングプレートですね。まあこれでまあ直引きする人が多いんじゃないですかね、基本的に。ガーッといっちゃいます。そうするとこうファンネルみたいなのがこぼれないんですね。でまあちょっと溢れそうなんで、静電気すげえ、静電気すごいっすね、本当に。よいしょ。はい、こんな感じでザザザザッと入れます。でまあドーシングプレートがあると、このままこうなんとなくなんとなくちょっと入れていきます。静電気すごいっすね。でここでこうなる状態ですね。でまあ綺麗に、とにかく今回は丁寧に粉を詰めていくので、これね、あの塊をバラバラにするディストリビューターもあります。でこんな感じでちょっとこうこんもりな感じですね。でこっからやっていこうと思います。これね、まずこうコツ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 とコツ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 で、ね、なんとなくこう慣らしていくわけなんですよ。そう、こういうことですよ、こういうことですよ。これでこうピチ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 っと綺麗にできていたら OK でございます。基本的にはまあ中央へこみ気味でも僕はいいと思いますので、中央へこみ気味になんかこううまいことこう へこましたりとかしてやってもらったらいいんじゃないですかね。とりあえずこういうふうに端っこをですね、ビッチビチに入れることが大事なんですよ。こうビッチビチに、とりあえずそのビッチビチに入れた後に、やっとここでディストリビューターの登場ですね。でディストリビューターじゃなくて手圧タンパーで安定的にタンピングをしていきます。はい、これでバリバリ綺麗に入った感じなんですよ。これが何よりも大事なんですよね。だからまあナイフでまあ整えて、その後ディストリビューター、そしてタンパーっていう流れでいってもらうといいんじゃないかなと
思います。まあ、せっかくなんでね、ちょっと一回ラテアート入れていこうと思います。はい、それでは行こうと思います。今回はね、ちょっと珍しく抽出から先に行こうと思います。あったかいラテが飲みたいんですよ、やっぱ寒いんでね、はい、で初めはね、ちょっとこうレディーってラテかちょっと出してあげるのがコツです。でラテアートするときは、まあ、これまあ増幅弁がない方が綺麗にできます。はい、こうね、超濃厚な感じですよ。はい、こう濃厚、まあ濃厚であっても、まあ今から消えていってしまうのですが、温かいラテを飲みたいときは、あの先にエスプレッソ、コントラストが綺麗なラテを描きたい場合は先にエスプレッソですね。先にミルクです。まあそれはどっちを取るか、もうすでにこう薄くなってるんでね、まあどうしてもこれは仕方がないですよ。はい、仕方がないですよ、宿命でございます、家庭用マシンの。もうすでに薄いでしょ、なかなかオンにならないですね、もうすでに色が気になる。まあね、この辺はちょっとカットするかもしれないですね。まあ、初めはちょこっと出していただいて、そしていきます。はい、はい、ウェイ、もうクレマがない、ないけど頑張るぜ。というわけでね、はい、まあ終始ふざけっぱなしでございます。でまあこんな感じで、あのレベリングがきれいにできれば、まあエスプレッソがきれいに入りますよっていうわけですね。まあ見た目のクレマが出るっていうのは、まあ豆さえ良かったらいいんですけど、まあ、味の部分ですよね、味の部分で美味しく飲もうと思うと、やっぱきっちりレベリングができる方がいいですね。まずは表面ベチッと固めて、そこからやってもらうといいと思います。まああの静電気除光のあれがあれば、さらにその内側まできれいにできますので、より良くなるって話ですね。まあそんな感じでございます。はい、ここから LBO のですね、ご案内となります。まあ使用している機材に関しまして、動画概要欄の方に記載しております。いろいろとちょっと見て、って検討していただけたらなと思います。それとですね、でも何よりも大事なのはコーヒー豆なんですよ。はい、で本当にあのたくさんのご契約ありがとうございます。定期便ですね、バンバン決まっております。ほぼ1日1名様以上は絶対に決まってるみたいな形でして、本当にですね、ありがとうございます。本当に、ね、めちゃくちゃ美味しいの届けますので、お楽しみにしていただけたらなと思います。と今はですね、割引&もう1袋プレゼントキャンペーンというのをやっておりまして、まあ、200g の、まあ、一番値段の低いやつですねが 200g なんですよ。これ1200円です、もともとですけど、これは1000円になります。さらにそこに 100g もう1袋プレゼントします。ではもう1個上のランクですと、まあ、400g で 200g がついてくるみたいな、その上のランクですと 800g でさらにそこ 400g みたいな形でね、あのめちゃくちゃお得になっております。はい、ですので本当にこの機会にですね、まあたくさん豆を手に入れて、とにかくやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。そこが大事かなと思いますね。うん、やっぱまだクレマが出ないという問い合わせも来ますし、あの美味しく入れれないんですよって、コーヒー豆はって、あの棒ほにゃららみたいな、あそら無理じゃん、あそら無理じゃんっていうやつなんですけど、だからそもそも根元が悪ければどうやっても悪いんですよ。だからまずそこを改善してもらったらいいかなと思います。とりあえずね、一回試してもらったらいいんじゃないかなと思います。で
グライダーに関してはそれなりのものはいるんですよ。でデリカだけはね本当に買わないように、エスプレッソでデリカだけはもう本当に危険でございますので、それは避けていただけたらなと思います。まあ、加圧式であればいいんですけど、ボトムレスフィルターを購入しちゃいますとその先は、直後になってしまいますので、デリカはねちょっとよく考えてご購入されてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。マニアックな動画をまたやりますのでよろしくお願いいたします。それでは。